皆さんこんにちは、作曲家の西村直樹です。今日もウイナスタジオからお送りしています。今日2016年5月の9日月曜日、今日のスーファの言葉は天馬航空。天馬航空、考えや行動が何者にもとらわれず自由である、例えですね。そして今日の BGM は、アルバム「煩悩群青に右往左往」の通の中から「ぶっしゃり伝」。この「ぶっしゃり伝」ですね、の曲をお送りしています。高野山別格本山普賢院、その中に建立されましたこの「ぶっしゃり伝」、その10年の記念の年ということで、この制作を依頼されました。煩悩群青に右往左往ですね。この仏舎寺の中に入ると、文民からいただいて帰った仏舎寺百尊の骨が祀られています。ちっちゃなものなんですけどね、ぜひ皆さんもこの普賢院に訪れてですね、その仏舎利を見ていただければと思います。そこに入った瞬間に自らの心が宇宙裏に広がる、そんな経験をされる。高野山、それ自体が聖地でもありますけれども、その中にある普賢院、ぜひ一度訪れてみてください。そして高野山の顔でもあります奥の院ですね、空海弘法大師がミイラとなって眠って即身成仏されて、ずっとそこに眠って1200年です。そして根本大塔、大伽藍も見ていただければと思います。ぜひその素晴らしい空間、宇宙を感じてみてください。それでは今日一日が皆様にとって素晴らしい一日でありますように。